丼鉢は、米飯や、汁物、麺料理などを盛り付ける厚手で深さのある食器。単に丼とも呼ばれる。丼シリーズ森正弘デザイン当時期が基本であるが、現在は他の素材でも作られる。プラスチック製のものが多く出回っているほか、保温性を考慮した金属製のものも製造されている。本来は、ワと呼ぶべき漆器や、それを模したものも、 形状や、使用目的によっては、丼と呼ばれることがある。形状や用途によって、丸丼、平丼、玉丼、高台丼、切り立て丼、麺丼、飯丼、多様丼などいくつかの種類に分類される。和風の丼物、特に出前の際には蓋付きのものが用いられる。ラーメンに使われる丼は、ラーメン鉢と呼ばれる。ライモンや草木門、鳳凰や竜など、 中華風の衣装で彩られることが多い。江戸時代の江戸ではいっぱい盛り切りの食事を提供する店を剣丼屋と呼んでおり、そこで使用される蜂を剣丼鉢と呼んだことに由来すると言われる。丼という読みは、井戸の中に落ちたものが水面で発する音に由来し、漢字の丼も井戸に物を投げ込む様子を表す。また、食器の意味ではないが、 どんぶり感情という言葉の由来とされる商人の前掛けについたポケットを意味する。どんぶりは谷袋の名とされる。ありがとうございます。